はい、皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますかえー、長らくね、ご紹介してきましたのはこちら、ラークボックス x になります。こちら、この商品を製造・販売している 2way さんの提供でお送りしてまいりましたが、えー、いろんな情報を踏襲して本日は、まあ、総括、簡単でありますが、総括していこうと思います。 まずスペックをちょっと再確認していきましょう。OS は Windows 10 Home がインストールされてます。で、11も対応してますよということで、CPU は AMD Ryzen 7の 3750H。4コア8スレッドで定格2.3ギガのバースト時が4.0ギガ Hz。で、内蔵 GPU ですね。やっぱり Ryzen なんで内蔵 GPU は、Radeon RX Vega 10 Graphics。10コアの1400ミリ Hz ですね。 1 4 0 0ヘルツになってます。で、ストレージ M.2 の 256GB の NVMe が入ってます。で、えっ、ー、と、中ばらしたらですね、キングストーンのやつが入ってました。で、マックスは 2TB まで換算 OK ですよ、と。で、メモリーは DDR4 の 8GB が搭載で、4GB が2枚刺さってました。 で刺さってるのはね2666メガヘルツなんですけども、えっとね、調べたところ AMD ライゼンセブン 3750H が対応してるのはね2400メガヘルツまでだと思うんですよねで一応でも公式というか通英さんに聞くと3200メガヘルツまで対応してますよって言ってたんですけどもこの辺はちょっと僕はよく分かんないです多分だけど AMD の公式ページにそう書いてあるのでそれ えと多分そっちの方が正しいのかなっていう気もしますけれどもっていうスペックでしたで、まあ、まずこのスペックから言えることなんですが僕ちょっと素人でまあ分かってる人はね何を言うてんねんって思う部分もあるかもしれないですがライゼンセブンという名前でですね えー、それだけで、あ、ライゼンセブンやからすごくいい商品じゃないか、すげえ早いんじゃないかって思いがちですよね。僕もそう思ったんですけども。でもまあ、ライゼンセブンにもまあいろいろあって、世代があるみたいなんですよね。で、今回の AMD のライ z ンセブン 3750H というものはですね、第2世代っていうものに入るものでして、 決してて最新商品でではなないいっていうことなんです第二世代のライゼンセブンであるっていうことがまあ非常に大事なもので,でその第二世代の中でもですねちょっとこの、えっと、3750H っていうのは省エネモデルという、えー、に、まあ、こう位置づけられる商品なようなんですよね。で省エネモデルって何かって言ったらインテルの CPU なんかでは僕省エネモデルってもあるって知ってるんですけど、まあ、比較的、えー、そのなんていうかな定格を抑えて。 電力量を非常に少なくしてるというモデルなんですよね。で、AMD Ryzen っていうものは僕もまあ,あの自作 PC なんかでもよく使うんですけども、どっちかっていうとですね、電力量はもうがむしゃらに消費して、がむしゃらに早く動かすっていうのがどちらかっていうと、特に GPU、内蔵 GPU を持ってる Ryzen シリーズ。 の特徴だったんですけども、まあ、そこをあえて、まあ、あの省エネモデルということで出たモデルになるんですこれが。 なのでその辺はこのゲームでガリガリこうオーバークロックして使っていこうと AMD のライ e ン使ってゲームする人はまあそこが結構楽しみであったりもするんですけどもそうではないモデルどちらかというと安定して長く使えますよでまあ電力消費量も非常に少ないですよっていうものが売りの CPU になっているってことはちょっとえ念頭に置いとかないといけない商品なんですよね。 で、じゃあ実際どうなのかっていうと、まあベンチマークテストなんかへといろいろしたんですが、えー、買いモデルの、ライゼン5の買いモデルの方が、あの、ほんと微増ですけども、えー、数値がいいっていう、えー、結果が出たんですよね。で、ネットなんかでもかなり調べたんですが、そのライゼン5の買いモデルの方が、本来は性能は下なんですよ。でも結果的には、ライゼン7の今回の 3750H の方が、数値はまあ、あの、誤差の範囲の、本当と、下2桁3桁の、 あの数値の違いなんですけどもそれであっても結果的には低かったんですよねそれは多分だけどもやっぱりその省エネっていうところが効いてるんだと思いますで今回は、えっと定価、えっと、一番端はね 15W に設定されてるんですが、えっと、AMD Ryzen 7 3750H が対応している 35W までフルに上げてそうなので。 えー、このラークボックス X を買った初めの設定が 15W になっているのでそのままやるとさらにもうちょっと低いと思われますその代わり電力は少なく進む消費電力は少なく進むし、まあ、変な話ですけども長持ちはしますよね CPU に非常に負荷がかからない状況になってますんで。 えー、ただしそのブースト時の4.0ギガヘルツを求めたいさらにオーバークロックしたいっていう人は、まあ、当然ワット数も上げないといけないですしそれでもねそこまで個人的にはえっと実はねあの35ワットよりもっと上の設定とかにもしてベンチマーク測ったんですよ確かにね上がるのは上がります数値でもほんとそれでも微増なんですよ なので、えっと、その辺はちょっと踏まえとかないといけないかなと。で、ベンチマークテストで、んこれ大丈夫かなっていう感じはしてたんですが、 えっと、エミュレーターテストなんかやっていくと結構よく動くんですよね。で、どこまで動くのかなって思ったんですけど、まあ、この値段帯の性能で言うと PS2 なんかがどこまでの解像度で動くのかなと思ってたんですが、それでもね、あの、非常にレンダリング解像度も高いものでキープしてゲームがプレイできましたんで、まあ、PS2 目当てに買う人なんかは特に問題はないかなと。当然ネイティブなんかよりもはるかに画面綺麗でプレイすることができます。 でただしですねあの今日までいろんなミニ PC や UMPC 本当にね結構な数うちでもまあ,ありがたいことに検証させていただく機会を持ってきたんですが一定のその高性能と低性能というところでちょっと1個のエミュレーターの中で見れるものがありましてそれはゲームキューブの F0GX がですね一定の高性能になると出ないその2面の2周目以降にランダムに出る えっと、スタート地点からちょっと行ったところに出る猛烈な、えっと、フレーム遅延ですねフレーム遅延というかフレームの落ちを加工ですねフレーム加工、えー、がやっぱこいつも起きますそれはやっぱ一定より低い性能だからだと思ってます今日までの経験上ででもそれが何で起こるのかっていうのは正直僕は分かんないシステムエンジニアではないので。 ただし、ある一定の性能から上ではそれ出ないんですよ。だから何か、ね、まあ、こう、ボトルネックにある性能の格差みたいなものはあるんだと思います。で、今回は残念ながらゲームキューブの F0GX ではそれが2面のところでは出ます。ただし、えっと個人的に F0GX もいろんな機種で検証してきましたけども、あのね、3面が一番重いんですよ。 3面の隆尖の竜巻がわーっと出たりとか顔の形になってその口んところに突っ込むところとかあそこが一番重くて2面はそこまで重くないんですよで3面のその砂漠の面はちゃんと性能に対した遅延が起こるんですでそれに対して2面のあのガクガクガクっていうのはちょっとねおかしいんですよ例えばですけども設定を一番低くしても同じようにして出るんですで設定を高くしても同じように出るんです でも3面の面は設定を低くするとどんどん軽くなるんです。で、設定を重くすればどんどん重くなるっていう、ちゃんと理にからってるのは3面なんですよ。だから2面のところはね、なんか、なんかあるんやと思います。だからそこはまあ、あの、備えに念頭に入れんでいいかなって、正しくそういうことが起こるよってことは覚えておいてください。 で、エミュレーターテストなんかは最高では PS3 と、まあ、WiiU なんかがよく動きました。ただし PS3 のワイプアウトですね。ワイプアウトはやっぱりね、かなり重いです。正直あのー、もっともっと性能テストでやった時より性能落とせばもっと動くんですが、もうそんな画面ジャリジャリにしてまで PS3 をやっても仕方ないと思うので、僕は画面がまあ PS3 だよと。 えー、綺麗だよっていうギリギリのラインで動くところでお見せしました。だからあれより落として動いたとしても、それは動くって言ってもちょっと唇サウジなんで、えー、あの画面でお見せしたスピードなんで、ワイプアウトのありぐらいの高速の転送量であったり、画面のまあ、ポリゴン数っていうものになってくると重いっていうのを覚えておいてもらったらいいと思います。でもワイプアウト以上にね、重いゲームはなかなか、もしかしたらそのスカイシューティングみたいなやつがあると、似たような結果が出るかもしれないですが、 で、リーチレーサーなんかはもう、あの、普通のノーマル設定、はじめのデフォルト設定で動きましたんで、その辺は問題ないかなと思いますんで、まあ、ただしあんまり、あの、こう、あんだけ動いたら自分でも動くかも動くかもって、あんまり期待はしすぎない方がいいと思います。で、えっと、まあ、その辺のエミュレーターもある程度の結果を残して、まあ、一番最後、あの、PC ゲームですね。PC ゲームはどうなったのかっていうと、これはね、よく動きました。 で、前から言ってるんですけども、エミュレーターっていう方はね、どっちかっていうとまだなかなか GPU そこまで使い切れてないんですよ。まあ、使ってるって言っても、 PS3 のエミュレーターと PS2 が使ってんのかな一応 GPU 設定はあるんですけどもちょっと懐疑的です僕はでその辺があのー、Steam の PC ゲームになってくると賞味 GPU をガリガリまあこう要求してくるのでまあ賞味のパワーこいつの、あのー、内蔵 GPU とその省エネ CPU っていうものが合わさった本来の力っていうものが出るんですよねでそこでどうだって言ったらねこれはかなり動きました これもう本当に驚いた。一番驚いたのはね、結構ね、やっぱりストリートファイター5ってね、めさくそ重いんですよ。めさくそ重いの。一定の能力以上じゃないと本当動かないんですよ。まともに。 で、それがね、あとね、中設定でね、ほぼほぼサクサク動きました。当然もうフレーム、ワンフレーム、それこそ梅原さんみたいにワンフレーム勝負でやってるような人は買わない方がいいと思うけど、ある程度普通にゲームをしたいっていう人には、あの、特に気にならないレベルでした。あのね、第、えっと、最高は、高はもうダメでした。もうガリガリってなってしまってで。次、中に下げたら、あの動きしてサクサク動いたんで、あれは驚いたね。あと、モンスターハンターも、えっと、中設定では、まあ、一人用の、 プレイですけどもササクサク動いてました特に問題なかったたですただしモンスターハンターワールドの方はオンラインプレイでみんなで一斉にワーッと動くと当然ポリゴン数も増えるしオンラインの、まあ、データも逼迫しますからそれに対応できるかは僕はちょっと検証できないのであくまで1人でやったやる分には中設定で十分いけましたでモンスターハンターワールドもかなり重いです。であのー、本当にねパソコンゲームはやっぱりね結構この Radeon の RXVega10 グラフィックスは結構よくできてて。 あのその辺のゲームも、えっと引っ張り出せるのでなかなかよくできてるなと思いましてだからよっぽどそのサイバーパンクとかものすごい高速のデータの読み込みが必要とされるオープンワールド以外はかなり遊べるんじゃないかなっていう気はします。 よかったらその辺参考にしてくださいでですねあ,あとあと1個あれですねあの分解した時のメモリーの交換とか SSD の交換っていうものは非常に簡易でできる状況になってたし初心者の人が変に下手なところ触らんようにその辺も全部カバーしてやるっていうところはやっぱ 2way さんの内部の分解ところまで考えてやるのはあの非常に素晴らしいなと中の基板見たらねやっぱりね汚いところは汚いんですよ昔の安い中華のやつは本当中も汚かったのホットボンドとか使ってでももう あの杖さんのやつは非常に中身も綺麗で、あの基盤も綺麗でしたね。まあ、最近どのミニ PC もだいぶ中、は本当に綺麗になってきましたけどね。でも、あの初心者の人にも向けて、あのシーモスなんかもね、見えるところにあって。 非常にあの、これ全部交換するものはここでできますよっていうのはわかりやすくなってました。ただしね、メモリーはね、なんかちょっと僕あんまり知らない、えっと、ブランドやったんで、それはちょっと交換した方がもうちょっといい数値出るんじゃないかなと思いました。まあ、キングストンは有名ですけども、あの SSD のね、有名やけども、キングストンもそこまでこう、名前は有名だけども、品質的にめちゃくちゃいいんですかって言われると、有名ブランドの中ではそんな高い方ではないので、 あのー、コスパ的にはあまり良くないけども、もし、あの、いろんな、こう、交換用の SSD とか、メモリーいっぱい持ってますよって、まあ、自作してる人は残ったやつとかあると思うんですよね。そういうものがあれば、ある程度有名なブランドに変えると、もうちょっと速度速くなるかなっていう、まあ、これは推察ですけども、気はしました。で、 えっと、コスパの面で言うとですね、まず、えっと、値段が、現在アマゾンで8000オフのクーポンコードが配布されていて、それ適用すると48,800円なんですよ。で、2way さんのところからクーポンコードをいただいてまして、2way の公式ショップでクーポンコードを使うと送料無料で48,000ということで、まあ、800円安いんですよね。で、このコスパどうなのっていうとですね、えっと、こちらより上の性能の、まあ、ベアボンキットになるんですが、GT-R ってものがあって、それが5万円ちょっとするんですよ。 で、それら SS、あ、4万玉な,なんですけども SSD やメモリつけると結局5万円ちょっとするんですよね。で、これより下のトリグキー、スピード S になると3万円、えっと、5000円ぐらいでもう今円安進んでて多分3万7、8 0 0円になってると思うんだけど、で、そう考えるとですね、2ー a のラークボックスって結構、あの、クーポンコードの適用があればそこそこまっとうな立ち位置にはいます。でも、あんね、 コスパがいい。性能に対してすごく安いかって言われたら、僕は安いとは言わないです。コスパがめっちゃええとは言わない。コスパはめっちゃいい商品ではないです。はっきり言って。その代わり、値段相応の性能はちゃんと持ってるって言います。ここまでの説明では。でも、僕がこれね、あの、ちょっとコスパいいっていう部分があるんですよ。それ何かっていうと、性能等に対しての金額は、 値段そうなんですけど僕がやっぱりねこの2エラークボックスで一番売りになってくるのはねこのデザインなんですよこのデザイン今日までねミニ PC 多く見てきましたし個人的にもミニ PC は好きなのでアマゾンとかでもこうよく検索してみたりするんですけどもあのー、多分ね今日までミニ PC の全部の中で一番デザインいいと思うこれは本当に大げさじゃない 絶対的にこれは大げさじゃない。多分これはみんな同感やと思う。そこそこミニ PC をいろいろ見たり、触ったりしてきた人たち多くいると思うけど、そういう人たちから見てもね、このデザインはないと思う。ここに持ってきたの。何かっていうとね、これね、かわいいっていう部類に入るんですよ。かっこいいのもあるし、この辺の流線型をかっこいいっていう見立てもあるけど、これやっぱりね、かわいいんですよ。で、 ミニ PC って誰が買うのって言ったら確かにいろんな多くの人が必要とするんだけども僕はねやっぱり女性の人とか多いんちゃうかなって思うんですミニ PC をあえて買う人でちょっと意識高い系の人が買うんですっていうイメージがあるんですよミニ PC ってあまり机の上バサバサさしたくないうんでもパソコンは必要っていう人があの買うと思うんですよそうなってくると その武骨なデザインや安っぽいデザインで性能が良くてもちょっとちゃうねんなって思ってデザイン性で探す人っているんですよ。例えば僕なんかキーボードとかマウスがそうです。あの変に LED で光る。僕はメカニカルのキーボードいらないんだけどそうやってあのキーボードでゲームしないから。でもやっぱりデザインでその自分の机の上ずっと 向かいや机の上かっこよくしておきたいっていうのがあって僕は昔に高い高い意味もないレイザーっていう内、え、藤、ー、なんとかってやつブラックえブラックえないないなんとかブラックウィドウエディションか当時高くて2万円ぐらいしたから普通のキーボードとか34000で売ってるのに今はだいぶ値段落ちたけどもだからそういうふうな自分のパソコン周りを可愛くしたいとかおしゃれにしたいでもちゃんと性能もいるんですっていう人にはこのデザインはねプライスレスだと思うの うん、だからこのデザインはね僕ねそうなってくると変にそのデザインよくて高いってものがあるの、まあ、当時それはあのレーザーなんかでも値段高いの性能も良かったんだけどメカニカルキーボードとしてあの当時こうなんだあの茶軸やったっけ赤いや青軸やったっけあのカタ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 のやつねあれもなかなか少なかった時代だし。 でそういうところで付加価値ボタンが光ったりとか綺麗にね色変えれたりとか、えー、そういうところで付加価値を持って非常に高くても僕が買ったようにこのデザインってねデザインで値段取れるんですよ変な話でもこの金額で抑えてるっていうところは僕はだから非常にそこを踏まえると僕はねコスパええと思いますそこではデザインも含めてこれはねデザイン買いする人もいると思うそこそこの性能をちゃんと持ってるしね 動画をガリガリどこまで編集できるかっていうのはわからないけどフォトショップは動きます普通にこれぐらいやったらよっぽどもう漫画家さんみたいに恐ろしい量のレイヤー作ったりとかそこまでせん限りねだからその辺を踏まえるとコスパはいいでもあのまあ普通にゲームマシンとしては普通に買いたいねんって言ってる人からするとその部分はいらないからそうなってくると値段そうですっていう感じになる。 でもス置き機のゲーム機としてもこれつ、ね、テレビの横にポンと置いてたら可愛らしいのは可愛らしいねちょっと家庭用ゲーム機みたいなもんね一見あの XBOX 系のねそういう風なものにも見えますからね、うん、だからそういう意味では僕は結構これは値段うんぬんっていうよりもこのデザインのミニ PC のいろんな他のものがある中でデザイン外っていう人は結構いるんじゃないかなって。 でコメントなんかでも返したんやけど俺はこれ空張りなんかあってもよかったんちゃうかなと青とか赤とか黄色とかでこうやって上から写真写して売り込んだりしたら結構わ可愛いなってこんなんなかったねって言って買う人なんかも多かったんじゃないかなっていう気はしますけどね。だから非常にあの面白い商品で、まあ、今後も性能どうのっていうよりもこの、えっと、ミニ PC の中でもこのデザインであミニ PC 買うやったらでもデザインでっていう人はこれ買うと思うから。 ある意味、あの、この 2way のラークボックス X のこのデザインはもう今後中身だけ書いてずっといろいろ出すのか、もうこのデザインはこれだけだかわかんないけども、うん、このラークボックス X に対してはちょっとそこは非常に思う部分ですね。デザイン、ジャケい的なところから見るとコスパは非常にいいんじゃないかなって思います。そんな感じの総括でした。あとちょっと最後言わせた。この吸気すごくいい。こっちから吸気して、こっちから廃棄するんですけども、これなかなか強烈よ。 うん、実はね、だからさっきも言ったけど、かなりね、ワット数、最高56ワットまで上げたんだけど、忘れたから。うん。その辺まで上げて、ぐわーって回した時でも、もうこれフル回転するの。ほんならちゃんとね、もうズワーって、もの常に空気出して、ものすごく空調強くて、逆に中がそこまで熱くなることなかった。だから、このあの、吸気、排気はね、非常によく考えられてるし、めちゃくちゃでかいファンついてるし、この辺は安心だと思います。やっぱミニ PC で一番怖いのは、あの、熱が溜まること。 特に AMD は、まあ、これは省エネモデルだからそこ,まで、あのー、そこまで気にしなくてもいいとはいえやっぱり AMD なんでかなりその辺発熱は考えないといけないでインテルよりだからこの大きいファンとこの大きいここの排熱口っていうのは非常にいいと思いましたこれは非常になかなか高い機能を持ってましたんでよかったら参考にしてください。 で、とこの辺を、えっと、総括してほしい人は買ってみてはいかがでしょうか、値段は出てる通りです。で商品リンク、日本ナマズの商品リンクと通えさんの商品リンクで通えさんのところで使えるクーポンコードも,もう動画の下の概要欄のところに全部書いてますんで。 えー、そちらから飛んで入力して買ってみてはいかがでしょうか。日本の Amazon のクーポンコードはもう、あの、Amazon のところにチェックバークがあって、そのチェックを入れるとクーポンが適用されて48,800円になりますので、えー、それを利用して買ってみてはいかがでしょうか。えー、長くいろいろ紹介していきましたツ w a y さんのラークボックスセック x の、まあ、ご紹介はこれを、えー、にて最後になりますんで、えー、興味ある方はどうぞ。この動画で初めておじいさんのこと知ったよってしたチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。